グレの活性も高い。狙いは50センチを超える両型。当たった。おっ。嫌な切られ方した今。サメじゃないですか。ほらバッツン切られてる。当たった。よし、あ、また食われたまた食われた。サメですかね。もうかかってこっちに走ってきますもんね。グレはもう巻くスピードよりも速くで、やっとテンション乗ったと思ったらパツッ釣り竿の前にサメが居ついてしまったため、田中は釣り竿を島の裏側に移動する。まあ足元は浅いから当たった。おお、来た来た来た。1投目。よいしょ。そんなに大きくないけどお腹のちっちゃいやつ。おお、当たった。おお、これいいよ。あとは目をこうして、そこまで来た。抜きますと、うい、やっと不中道。はい、やっとね、いいサイズ取れました。40までないけど口太嬉しい。沖でかけてもね、サメに食べられちゃうから、近いとこでかかればいいけどね。あ、食べられた。うん？当たった。やばいやばい、食われる食われる食われる。イスズミを追っかけてこないですね。なんで？すごいなサメ。バリは来ないんだよな、サメ。よいしょ。ねえ、おっきい。サメの食性なのか、イスズミとアイゴは食べに来ない。だいぶ状況は分かってきた。ただこれをどうしていいのかっていうのは分かんない。当たった。追っかけてきた、追っかけてきた、追っかけてきた、やばい、追っかけてきた。うーえ、グレーこれ違うよね、イスズミなのに追っかけてきたよ。なんだろう、あのスイッチの入り方、さっきのやつの方が大きかったのね。そしてここでウーゼを諦めつるせに磯貝する。した方がいいか。遠投僕の得意なやつじゃないですか。後ろの方ウーゼっていうね、見えてますけど大きい磯からそのもっと沖合にあるこれツルセっていうらしいです。ツルセっていうところにね移動してきました。まあ船長曰く、まあ、サメが多いでしょうと。まあ深いからね、それなりにやっぱサメの日がたくさんいるらしいです、ウーゼ。でこのツルセは全体見渡すとすごい浅いですよ。だからまあサメそんなにいないんじゃないかなということで、まあ船長の勧めでここに変わってきました。まあやってみたいと思います。40オーバー釣りたい、やりましょう。その先を当たった、1投目で当たった。よし、そんな大きくないか。よいしょ、ちっちゃいけど口太。よしよし、今オキアミ生で1投目できましたね。これで餌のローテーションしながらサイズが変わればねいいんですけど、またオキアミの生でやってみます。オキアミの生を続けて使う理由っていうのが、同じサイズがねまた釣れたらそのサイズがたくさんいるんだなっていうのが確認できるので、餌を変える前にもう一回ねやってみる。お、いいんじゃない、ま、なかなか。これで魚が落ち着いてる時はねサメいないと思う。もっとなんか雑な引きするもんね、サメがいたら。おお、来た来ましたね。一頭一尾、このままね続けばいいですけど、あとはまあ魚がいるのは分かってるから、どうしたらこうサイズが上がるか、そういうのが試せたら最高ですね。狙っていきます。2頭で口太2匹の幸先のいいスタート。3頭目は少し遠投してみる。遠投の時はね、まあ、コマセと仕掛けばっちり合わなくても食いますからね。ただ方向性だけ大事にしたいのはと距離感ね。当たった。おじゃ、おお、おい、はい、来ました。調子よく釣れてますね。この尻尾見てください、白いでしょ。こういう時っていうのはね、浅く、まあ、活性よくね浮いてきてる時、遠投でねバンバン釣れる、まあ、そういったタイミングだっていうのはね、まあ、魚を見ても分かります。これからサイズアップしていきますね。少しずつだがサイズアップしている。4投目もさらに遠投する。当たった。すごいな、魚多いんでしょうね。毎頭当たるんだけど。ほらまた来たよ。お、これ大きいな。よいしょ。おお、重量感がすごい。曲がり。もういいぐらい。おお、これ40あるんじゃ。遠投効いてます。やっぱ梅雨らしい釣りができてますね。面白い。磯替えして連続のヒット。ようやく40センチオーバーにたどり着いた田中。この後さらにサイズアップを狙う。こんにちは、田中隆です。僕が出演している釣りビジョン ITT は釣りビジョンクラブでも見ることができます。釣りビジョンクラブは、いつでもどこでも好きな時に見ることができるし、見逃した回やもう一度見たい回など自由に見ることができるので本当に便利です。ものは試しなのでまずは試してみてください。